3人が10アンダートップの位置を追う展開になりました。日英レディースの最終日、さあ横峯17番バンカーからの第2打。フェース開いてますね。アーが高いっていうこともあります、はい。やっぱり肝心なのはあれだけヘッドを抜いていくっていうことですよね、はい。現在7週連続でトップ10に入っている横峯、まあ、この大会のトップ10に入りますと8週連続で自己タイに並ぶという、あ、すごいですね、はい。そういう面では優勝はできない試合でも必ず上位にいる、または優勝争いをしているという横峯です。それがね、優勝したときに賞金ランクがまたどんどん上がっていく、そして賞金女王に近づいていく要因になります。17番はパー、うん。さあ横峯が